皆さんこんにちは、師匠のつぶやきスカーフです。今回の動画は長めですので、説明欄のところにタイムラインを載せました。6個の項目の時間がそれぞれ書いてありますので、そこに触れるとその好きな見たいところに行けます。どうぞご活用ください。ユニクロとマルニのコラボのスカーフを、2枚買いました。ちょっとこう肌触りというか感触がこのブルーの方が柔らかい感じがします。でこちらのこの四角形のブロックの方がちょっとなんか張りがある感じがします。色味が違います。こちらはブルー系、こちらはオレンジ系なんですね。ブルー系の方は色が少ないんです。このグリーンのラインがないと本当につまらないプリントになってしまうんですけれども、色がブルーとグリーンとホワイトなんですね。でこちらの代表的なマルニの、これとても華やかで、ちょっとこれ色が多くて、ちょっと使い方によってはレトロな感じになります。三角になるんですね。でまずは一般的なちょっと太めですね。張りがあるのでこうピンってこう立つんですが、まずこれ普通に巻いてみます。でこれ復習しましょう。巻き方ですけれど、下のところのこの辺に指を置いて、でこれを引っ掛けて巻いて、この穴からこれを取り出します。こんな感じですね。イエロー、オレンジ、ダークブラウン、ピンクにグリーン、すごいカラフルなんですね。これを蝶々結びにしてみましょう。リボン結びですね。ここで巻きます。で下からですね、下で輪を作り、これを巻いてこちらに引っ張り出します。で調整してください。こんな感じになります。ここ膨らませても可愛いですね。賑やかですよね。でちょっとこう脇に持ってってもいいですし、ここに置いてもいいと思います。でキャビンアテンダントの方がやるほどけない巻き方をお見せします。以前にもお見せしています。ここで1回巻きます。でもう1回巻いて、こうすると2回巻いているのでほどけにくいというキャビンアテンダントさんのやり方です。でこれをちょっと脇に持ってくる、ちょっとレトロかもしれません。一応丸には見えています。こういう巻き方をするとほどけません。あとは一般的な巻き方はこれを1回巻きます。そしてここで結びます。こういうのが一般的な巻き方ですね。でこうこの見せ方ですね。オレンジを、このスカーフの特徴は見せたい色部分をこう調節できるんですが、それによって印象が変わります。でこちらを持ってくるとイエローベース、イエローがたくさんになるんですね。
で、これをうまく使うと面白い表情が出ると思います。で、このノットですね、結び目をこう上に持ってって隠して、下だけこう出しても可愛いんですね。そうするとピンクにイエローにオレンジになります。で、こっちにするとオレンジベースで、こっちにするとイエローベース、色彩のコーディネートでは黄色とピンクは絶対 NG というコーディなんですけれども、今はそのあんまり色差、色の差がない割とパステル調なので、これもありなのかなとは思います。こういうふうに表情を変えます。またこれをこの羽の端の部分を中に折り込んでもいいんですね。そうするとこんな感じになります。見せたい色、オレンジがいいのか、それとも、イエローベースの方がいいのか、こういう選択ができます。次もおなじみの巻き方をします。三角に折ります。で、後ろにこう持ってって、ここを皆さんこう普通にこう巻かれると思うんですね。こう持ってきましたら、こういうふうに巻かれる方多いと思うんです。後ろに三角がきますね。とにかくアウターを地味め、ここにあるダークブラウンを着ると割と今まとまると思います。とにかくいろんな色があるので下は地味めにしてください。はい。で、可愛く見せるにはここを、このスカーフ絹って割とシワになりにくいんですけど、割とこう結んでるとシワになりやすい、絹にもたくさんあるんですが、ちょっとシワになりやすい絹です。で、ここをリボンにします。そうするとちょっと表情が可愛くなりますね。こんな感じです。で、これが一番落ち着く結び方かもしれません。これ脇にこう持ってきても可愛いんですね。ここがリボンになります。こんな結び方はいかがでしょうか。一つ情報としてはタグですけど、このスカーフタグが割と取れやすかったですね。綺麗に取れました。タグの真ん中が開いてて端だけ縫ってやるっていう感じです。これはカウボーイ巻きと言います。後ろで交差させて、で前でこう結ぶんですね。これは皆さんよくおやりになると思います。こんな感じになります。で、こんな感じですね。最近よくお見せするのにちょっと変形のアフガン巻きをします。片方の端を持ってきます。で、もう片方は一部だけこうループにして、ここに反対側を持ってきます。そしてここで結びます。こういうのを最近よくお見せしてます。ちょっとここが変形な感じですね。こういう大きいものになると私はもうシワになってますが、1個巻いてやっても、1回巻いてやってもいいですし、2回巻いて、3回でもいいんですけど、それで巻くこともやっています。こんな感じになります。いかがでしょうか。
ここからは面白い結び方をお見せします。これまず、こっち表側ですね、三角の端のところを結びます。そしてですね、このままスル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 っとこう来ます。巻き方にもよるんですが、でこれをこうちょっとこっち側にして、このまま結ぶ、これ一番簡単な結び方なんですけど、面白いアレンジができます。お試しください。でどんな色が来るかはこの結び方わかんないっていうところが面白いんですね。とこんな感じ、何もしないのにこんな感じになります。お試しください。すごく簡単です。こっちに持ってきてもいいですし、こっちに持ってきてもいいですね。こういうふうにこう決まらないぐちゃぐちゃっとした巻き方もおしゃれに見えます。次にお見せするのはポップな結び方です。あの丸にっていうとこう本当に色彩がこう豊かでこうポップな色使いなので、でこの両端を持ってくるくるくる、このくらいに巻いて持ってくると、今度はこの三角のこの少量の部分だけ見えるんですね。でこれを下で結びます。そうすると今度はこういう表情が見えます。ピンクにグリーンにホワイトに、なんて言うんでしょう、グレープフルーツのなんかピンクみたいな、そういうのになります。これだと割と落ち着いて見えますね。この辺に黄色が見えています。こういう巻き方もあります。くる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 と巻きまして、このままくるとこういう風にストライプになるんですね。でこのままこう巻いても面白いんですが、ちょっと長いのでどうかなと思いますが、ちょっと蝶々結びをしましょう。賑やかですよね。ずいぶん賑やかに、なんかクリスマスのようになりますが、こんな感じになります。長いので細くはなりますが、ネクタイ巻きもできます。そうすると細いネクタイ、そしてあのストライプの感じが出て、これもまたピンクとグリーンのベースの表情を見せます。あとはこの巻き方ですと、これをちょっと輪にしてここに入れまして、広げずにこのまま、ちょっと派手ですね。いろんな色が見えるので派手になってしまいますが、こんな巻き方もできます。三角によってこの角をこうぐちゃ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 って巻いて2つに折って、でさっきと同じで、これ下になってる方をこう持ってきて、でこちらでこう結ぶんですね。そうするとここはちょっと隠して、こうドレープがこう見える巻き方、こんな感じでドレープで、そうするとここのピンクは見えますし、オレンジ、いろんな色が見えるって感じです。ただこのアウターが地味なので、視線がこちらにバッといくっていう、すごい色ですね。さすがマルニって感じの巻き方です。そして
巻きます。でここ下でこう一回結びまして、これをこの三角のところ、ちょっと難しい巻き方なんですけども、ここをこう蛇腹に折って、で中に入れて下に持ってきて、で結びます。こういう風に左右こう広げます。でここをもう一回ちょっと巻きます。両方、まあ、こうタックを取ってこう巻きますね。もうこの時点ですごいすごいんですが、でこれを一生懸命こう巻きますね。で広げます。まあ、ピンクなのでお花って言えばお花なんですが、このような感じになって、ピンクとグリーンと白が真ん中に見えるお花みたくなって、ここがイエローベースと、ものすごいカラフルになります。こんな感じになります。さっき結びましたけど、ちょっと短いので輪ゴムを使います。2つに巻きます。そして輪ゴムに端を通します。であんまり長くしないでください。でこれだけだとビラビラビラひらひらひら、はい。でこれをちょっと一回首元に出したいなって場合はこういうふうにします。ピンク、グリーン、ホワイト、イエロー、オレンジという感じに華やかになります。三角に折ります。で片方にタックを取ります。反対側に結び目を作っておきます。でこの結び目にタックを取ったものを入れてキュッで、これがこういう風にビラビラひらひらひらになるんですが、これは端の方に置いといてください。どんな風になるのか、今初めてこの巻き方やってリハーサルやっていつもやるんですけどやってないんですが、こんな感じになります。ここオレンジあんまり見せたくないのでちょっと巻いておいてください。でこんな感じになります。綺麗で可愛いですね。こう色味的にはこう広げてください。ここそうするとこんな風になります。今これをこう脇にこう持ってきて、ちょっとお呼ばれとか華やかなパーティーにはこんな結び方もあると思います。のオレンジ系を
ちょっと蓋巻きします。そしてこれスタンドカラーなんですけど、まあこれを中にこう入れちゃって一つにして、こういう巻き方があります。あまりこれ出したくない、調節できますよね。ちょっとだけ見えるだけでも雰囲気が変わるんですね。で、色をこっちを見せたいとかで、また雰囲気が変わります。こういう巻き方、絹でも割とお安いのでシワになりやすいって感じですね。こちらとこちらをこうやって、さてどちらが合わせやすいかというのはもう一目瞭然ですね。でもまあ2枚違う、全く違う色をお持ちだと合わせやすいかもしれません。